65歳からでも月5万円を捻出するのは難しくない。いつもご視聴ありがとうございます。私の独り言です。主な収入源を年金に頼る高齢夫婦世帯では、毎月およそ5万4000円が赤字になっています。最新の総務省家計調査で明らかになった数字で、人生100年時代の到来を前提とすれば、死ぬまでに2000万円以上の赤字が生じることになり、それを埋める蓄えが必要という話になってきます。65歳以上の夫婦世帯から支出超過の相談をよく受けます。現役時代とそれほど変わらない生活水準のまま年金生活に突入し、実際の受給額が思ってたより少なかったと計算違いに戸惑う人が非常に多いのです。足りない月5万円を捻出するために虎の子の貯金を取り崩すか、生活を切り詰めるか、そんな風に後ろ向きに捉えると、日々の暮らしはどんどん暗くなっていき、より長くなった老後をそんな風に過ごしていくのは辛く苦しいですよね。だからこそ楽しみながら生活を変えることの重要性を強調したいんです。意外に思うかもしれませんが、65歳から月5万円を捻出するのは難しくありません。節約、仕事、投資の3つを自分に合ったやり方で家計に取り入れることです。うまくやれば月5万アップへの道のりを楽しく歩んでいくことも可能です。家計を見直すにあたって大きいところから手をつけるのが望ましいのです。生命保険の死亡保障は見直しの対象になります。残された家族の生活や子どもの教育資金に充てるため契約する死亡保障は、貯蓄型の就寝保険に掛け捨ての定期保険を上乗せするのが一般的です。すでに子どもが独立していれば、保証額が大きく、保険料も高い定期保険はもはや必要ありません。就寝は残し、保証額2000万円の定期を解約するだけで、保険料を月2万円近く浮かせることができます。大きいところから手をつけると、これだけ節約できたという達成感が得られます。他に何が節約できるか考える動機づけにもつながっていきます。先ほどお話しした家計調査では、食料費に続いて通信費がおよそ2万7000円と支出の中で2番目に大きなウエイトを占めます。都内在住の平野勝俊さんは2年前の定年退職を機に通信費の断捨離を行ったといいます。現役時代はスマホに加え、家に固定電話とパソコン用のネット回線を引いていたので、通信関連の請求書は3枚でした。リタイアするとそれぞれの使用頻度も減ると考え、家の電話とネット回線を解約しました。残ったスマホも女房と一緒に格安スマホに乗り換えました。月額2万円近く払っていた通信費は、女房と合わせておよそ6000円に減りました。スマホ内蔵のデザリング機能を使えば、家で変わらずパソコンを使えるし、格安スマホだけになっても生活に何の不便もありません。妻とは随分無駄をしていたんだねと笑い合っていて、今度はマイカーを手放してカーシェアリングにしてみようかと話しています。その車も大きな節約が見込める要素です。森田氏によれば、1500cc から 2000cc クラスの車を持っている世帯は、それを下取りに出して軽自動車に変えるだけで、自動車税や自動車保険料、車検費用など維持にかかる諸経費が月1万円程度安くなるといいます。駐車場を借りているなら、さらに出費は抑えられます。最後までご視聴ありがとうございました。